2014年8月9日の土曜日午後6時になりました。大阪府地元大東市は野崎ほんわかスタジオより第6回野崎フォークジャンボリーについにやってまいりました。スタジオにお集まりの皆様、そしてパソコンで一生懸命生放送を見てくださる皆様、そして録画放送、再放送を何度もチェックしてマニアように見てる皆様、お元気でしょうか。皆さんも一度お元気でしょうか。今日はもう台風が来ているのにようさんまた人を待ちまくださって誠にありがとうございます。この番組はですねここ野崎ほんわかスタジオで出会い集まり、懐かしのレジェンドフォークソングのカバー曲から、そして魂の叫び作詞作曲のオリジナル曲までを熱い思いでギターを弾き語る公開ライブ生放送でございます。もちろん我々も楽ライブは早速1曲目はもちろんオリジナル曲、ここ野崎ほんわかスタジオがあるとこは野崎駅とかあるんですよ。隣の駅に四条縄駅とかあるんですね。その駅の僕が18歳の時作った歌、この作品から聴いてください。縄的重みのベンチ、ありがとう。生き方と将来を選び、広い線の内側で現実社会も生まれながら、僕の体も流れてゆく。今日は新規のホーム、今日も学校サボっています。たまには反対のホームに渡り、電車に乗り移り込もう。終点までついて深呼吸をしながら前向きに考えこんな暮らしにありがとう。もうちょいもうちょい生的思いのベンチ、何気ない一日の多いべ夢を頑張ろう。それ生的思いのベンチ、僕の人生「ありがとう」「こんな暮らしにさようなら」イエーイ。そこの隣だけ市場的に大合唱、皆さんありがとうございました。では改めまして、この番組の進行ホスト役を務めさせてもらってます。ここ地元大東市を拠点にですね、ギター弾き語り賞でもあちこち日々歌いまくっております。土曜日はここの野崎フォークジャンボリーでもちろん今毎週土曜日歌ってるんですけど、その土曜日以外は我々出張で前ライブ、主にボランティア賞という形でしましてですね、大阪市24区、堺市7区、大阪府全43市町村、そして近頃は近畿24県になります福祉関係施設さんですね、老人ホームとか福祉作業所、デイサービスグループホーム、その他病院や学校、そして公民館、集会場、お祭りやイベントなどなど、あらゆる場所で夢を追いかけ歌っております。まあ変わったとこで歌ったり歌ったら、ボーリング場の中とかね、あれ呼ばれて歌えてみんないけませんよ。もうガラガラ言うてるとこで歌ってられへんからな、あれで。たまたま CA が見に来てくれてて、僕らうわ、無角さん来てるんだ、応援しますわって歌ってて、ずっと応援して見てくれたら途中で消えよんでね、でおかしいなとまた帰ってきて、また歌ってまた途中で消えんねんね。おかしいな思ったら投げるたんびにどっかそれ投げに行っとったよな、多分ね。だからボーリング場歌うのは大変でございますが、あらゆる場所で夢を追いかけ歌っております。夢はいつの日か、そうここ野崎フォークジャンボリーをメジャーに、そしていつの日かボランティア賞から紅白歌合戦に出ることが夢でございます。私が座長もしております、歌とギター山野智則と梅村洋介とギター弾きの内田充の夢を楽しむと漢字で書きまして、それが僕たち無角ライブ一座でございます。今日でついに第6回ですよ。はい、すごいよね、迎えましたね。で今日はもう台風がね、この近畿大阪にも近づいてたんで、もう朝はもうこの野崎サンド商店街もで雨やったから、今日は中止になるんちゃうか、先ほどトパースの人も言ってましたけどね、中止の電話かかってくるかな思ってたけど、雨降ろうが何しようがもう見てる人は全然見てはるからね多分あるやろなと僕は思ってましたから、何も中止もなく、始めることができます。今ね、野崎音楽スタジオの前は結構もうそんな雨バーッ降ってないもんね、傘もさしてないもんね。うん、そんな中でございますが、もちろんが生放送でこれもしてるんですね。今日はだけど第6回楽しみにしてくださいよ。また初登場の皆さんがまた面々駆けつけてくれておりますので、ね、それを皆さん楽しみにしてください。ということでこれ野崎ホーム音楽スタジオで言いまして、今日もこれ公開ライブ生放送でお届けしてるんですね。梅山君、こちら野崎ホーム音楽スタジオどこにあるかお願いします。はい、大東市は野崎 JR が近所線のね、野崎駅を出ていただいて山側につながる参道商店街、野崎参道商店街がございます。そちらのねちょっと中間地点に、野崎スタジオがこうやってね存在しております。ぜひぜひね、本日台風ではございますが、ぜひお時間許す限り来ていただければありがたいでございます。お待ちしております。お待ちしております。いやほんまこれ生放送してるからね、お届けしていきたいと思います。ということでさあ、先ほど言いました今日はね雨の中来てくださいましたよ、いろんな方がまたこの野崎フォークジャンボリーに。まずはもちろんこの方駆けつけば、雨の中ギター抱えて野崎に忍が丘っていう隣の駅からまた電車に揺られてやってきてくださったんですね。この方から登場してもらいたいと思います。どうぞ。こんにちは。今日で第6回目のライブを行います。塩崎京平です。今日もね、一曲歌うだけでもう僕は助かるんでいや、オリジナルで「おふくろ」という歌を。今でも傾いてるでしょ、もうすでにもうもうえらい、もういかにもフォークシーンが住んでるアパート住んでるじゃないですか2階の我らうちのスタッフの昨日のハッピーの子が、はい、階段見てすごかったな、階段よう住んではるやな、こう冬場だと住めねえな、そんなとこ住んでる、うん、心配で朝起きたもんやれあれかもしれない、心配大丈夫かな、いや多分大丈夫やな、そんなことで我々明日もイベントあったりしますからね、そっちの方がねちょっと心配なので、その明日の雨かもしれませんからね。おふくろっていうオリジナル曲でしたけど、これはどういう時に作ったんですか、これは。やっぱこの時期、やっぱ田舎帰ったりするから、やっぱ8月とか。大阪に出てきてからかな。来てふるさとのお母さんのことを思って、お母さんで僕も電話しゃべったからあるんですよね。ちょこちょこね。ジョージをよろしくお願いしますって言ったら、優しいお母さん。言うこと聞きなさいねって言われたのね、よう電話で。先週言うこと聞けんで番組遅れてきたでこのオフクロの曲は好きな人が多いらしくて、塩崎さんのオリジナル曲で何が好きでしたら結構上位にいつも入ってくる曲でございますので、やっぱお盆とか田舎帰ったりね、皆さんもおふくろのこと思い出しすると思うからね、ちょうどいい選曲やったかなと思ってます。今日はそんなに歌わんでいいって言ってましたけど、なんか訳あるんでしょうね。え出演者がいっぱいおるから。いや、ちょっと最近声がね、もうちょっと出なくなったんでね。そうやね、これ柴田さん言っとかないかね、これ。いや、年やんで、番組見てる人がね、ジョージさんが出た時だけボリュームを大にすんねんって。俺ら出てきたら、でかくブワー出るから「うわっ下げなあかんねん」とこの間一緒に歌ってんよ、半分半分でこう大変なみんなも上げたり下げたり上げたり大変やったと思いますよ、あれは。で、今日もよく来てください。大黒おじさん局ありがとうございます。塩崎上手でございました、皆さん。さあ、ということでございまして、僕はこの番組「野崎フォークジャム」今日で6回目になるんですね。その1回目始めた時に、さあ出演者をどうしようかって考えた時に、先ほど歌ってくれた同じ僕は喫茶店での手作りフォークライブを歌ってた塩崎ジョージさんの誘い、そして大東市のストリートミュージシャンでございます山根さんという方をもう何回か番組出ておられても誘い、そしてもう一組なんとか誘いたいなと思った方々がこの方が来てくれてるんですね。ということで頼むよ、ということでございまして、大東市社会福祉協議会ボランティアセンターいうとこがあるんですね。そこに、登録しておられるグループでございましてね、もうすでに多分そろそろ並んでくると思いますけど、私待っておりますけどね。例えばなんですね、その、方々を僕が大東市社会福祉協議会ボランティアセンターにギター弾ける方おられませんかっていうことを尋ねたところ、このトパーズさんっていう名前の方を言ってくださったんですね。その時に僕はおトパーズさんかどんな人やろな、初めましてやなって会長の若槻さんに電話したところ、僕らのことをすごく知ってくれてたんですね。で、僕らのコンサートも実は見に来て、喫茶店での手作りフォークライブをしてる時のも見てくれたという話だったんですね。やっぱ出会うべして出会ったという感じでございます。僕らと共に3人組でもあるんですね。楽しみでございます。ついに3人組が揃ってくれました。そしてなんと10人目、ゲストの出演では10人目の出演者で、女性の方では初めての出演でもあるんですね。来てくれました。この3人のトパーズの皆さんから言っていただきます。どうぞー。こんばんは。こんばんは。トパーズです。ギターサークルトパーズです。さっき紹介してください。はい、私が一応会長やってます。先週出まして梶岡来ました。今日はまあみんなでとちれば怖くないという若槻です。光栄な役割をさせていただきました柿代です。よろしくお願いします。4日目でしたかね、一人で出ました、トパーズの門井です。よろしくお願いします。トパーズっていうのは11月の誕生石で、会いたい人に会うことができるという不思議な力を持った石のことなんです。だから今日ここで皆さんにお会いできて、ここで演奏できるのもこの、トパーズの石のパワーだと信じております。よろしくお願いします。では1曲目は「イムジン川」お聴きください。負けてしまうは戦争を知らない子どもたち、この歌は、1970年当時要はベトナム戦争の真っ最中でした、この曲は日本における代表的な反戦歌となりました。これから生まれてくる子どもたちがいつまでも戦争を知らない、戦争のない平和な世界に生きる子どもたちであってほしいと願わずにはおられません。しかも同じようなボランティア賞を施設とか回ってるトッパーさんの共演で嬉しかったでございます。こっちはよかったです。緊張しました。いや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 3人でリハーサルをバッチリしてたからもうその苦労見てますね、我々の横からするとけど同じ実はね、まあで今度門井さん行くとこになってどこでしたっけ、施設今度はケアパート行ってるね。俺らも行ってました昔。やっぱりやっぱ同じとこ行ってるんですよ、これは偉いもんでで曲も良かったですね、フォークソングもう超有名なフォークソング2つフォークル様とジローズ様の名曲をお届けしていただいてありがたい。でもすごい面白かったね、クラシックギターなんですよこれ2つね。で門井さんだけがフォークギター、いわゆるアコースティックギターでやってて、またおしゃれ、このエレアコになってんのこれ知ってる人分かるからおしゃれですこれこれかっこいい、これ譜面台があるから見えんかもしれない、かっこいいんですよこれそれおしゃれでねいかがでした。ついに3人揃いまして野崎フォークにはついに出演しましたが、そうですね、一人よりもやっぱり3人揃った方が気が楽ですね。気がね、若杉さんが嵐してくれてちょっと間違うとみんながカバーしてくれる結構女性の人入ってるから、そこのハーモニーでいいですよね。やっぱ男性の方と女性の方の声が入ってるし、ありがとうございます。若杉さんのリードギターみたいな担当するギターさばきも聴けてるしトマーズの良さっていうのも分かりました。やっぱりやっとこれ僕らも共演してね、本当嬉しかった。いつ立ってくれるか思ってつい6回目してトバーズの皆さんと、そして向川クラベチャーとまたこうやって共演できたこと本当に嬉しくございますんで、今後ともまたぜひとも3人でまた立てる時あれば、はい、ちなみに門井さんはまだ今月出てくれますんでその時また喋ってくれる、本当に今日お三方ありがとうございました。トバーズの皆さんでございました。ありがとうございます。組みやすくあるからね、持って帰るの大変やからね要素あるから荷物やありがとうございます。ということでございまして、またまたこの方は続いてまた来てくださったんですね。今日はもう雨やから、台風の影響で雨でございますから、住のどの隣の駅の住のどのストリートは今日は多分夜お休みしてあると思いますけどね、この方来てくれたんです。大都市のストリートミュージシャンでもあるこの方がもうまたまた今日は登場してくれておりますよ。楽しみに皆さんしてくださいませ。今日はどんなカバー曲2曲歌ってくれるんでしょうかね。この方です、どうぞ。こんばんは。こんばんは。もう最高です。なんかね、最近ちょっと1週間飛びで2週間飛びになってる気もするんですけど、まあ今日は先に、まあ昨日いつやった、おとついやってしたから、ね、広島の原爆記念じゃない、記念じゃないな、だったのが、ね、それで暦上は確か昨日からもう立春に入ってるから、もう暦上はもう秋なんですよね。でもまだそんな気全然なくてね、それで今日はもうこの台風で台風さっきから去った後もちょっと、まあ、嵐の後の水と去ったやつで、それ今何しようかと考えてたんですよ。私も戦争関係のやつでどれかしようかなと思ったんですけど、いろいろちょっと選択ありまして、ちょっと迷ったから、ちょっとトーパーさんらの頃は馴染みがあるかもしれませんけど、ちょっとそういうのでちょっと一曲先にやっておきます。タイトルは後で言いますが、おや静かにおやすみ私を眠りなさい。俺も前にたまたまラジオでかかってるの聞いてて、たまたま譜面で見つけたのがマイケルスが歌ってる歌だったんですが、1968年ぐらいでしたかね。坊や大きくならないでね。大きくなったら戦に行っても殺さんのは分かってるからね。だけど今でも戦争は、今のジローズの戦争が起きないようにはやるんですけど、今現在でもまだ世界では戦争起こってますからね。同じことを結局繰り返してるんですね。そういう意味では世界中でそういう争い事とかなくて、みんなで平等に行けたら一番いいんですけどね。まあそういう意味でちょっと歌いました。で次は一応フォークソングからもっと古いのやっていてもいいんですけど、これ見てる年代層がどれくらいなんでしょうかね。平均36.5 ぐらい。ね、年代層。34ぐらいですね。ほんじゃね、もう一曲ほんならちょっと、なんかちょっとあれちょっと暗いから一曲ちょっと一応こういうのをさっき言ったみたいな秋に入ったから。今のうちその先取りでやってきます。イルカの歌ですけどね。最初私これ春の時いつもやってたんやけど、これ初っ端の一番に秋の野原ってあるんで、なんかボケてて、最近ちょっと秋になってからするようにしたんですけど。そなたの国だ。ということで、塩崎剛さんからそのご紹介もらいました。失礼。しばらく一緒に握らんと。季節の変わり目さえ気づかないほどぼんやり私あなたのところへお嫁に来ました。私の夢と心をカゴに詰めてさらたの国から来た娘。ジョーさんギター弾いてて。あなたが眠ってる部屋の窓の風を開けてあげたい。そうしたらあなたは見る朝が一番「ここで待ってるあなたが心を開けてくれるまでいざを抱えて一人座っている私あなたの心へお嫁に来ました私の夢と心をたどりつないでささささらたさらたを繰り返すもう楽屋でびっくりしましたよ。可愛らしい歌やから。ようたまに店でイルカを俺好きでやるんですけど、なんか柄に合わんってよう言われるんですよ。いやもうさっさ言うだけでもおおっと思ったよ。で最初の曲あれ名前グループ名何でしたっけ？マイケルズ。そうやってね、俺も僕も歌はしてたんよ。1968年ぐらいになんか古いよね。それ結構もうマイケルズさん。っていう人がやってはってね、今戦争グラブで取り入れしようかな思ったけど、さっきやられちゃったし、まあどういうのがやろうとですけど、だからいつもだから山根さん順番あったやから、さっき歌われたら歌われへんからそれだからいつも言ってるからね。だからまあ曲の選択も他でできたんですけど、いやいいすごいメッセージされたと思いますわ。今日は山根さん雨やけど、まさか今からストリートは今日行かないよね。今日は行けませんだろうね、それはね。今日も来てくれてありがとう。山根雅彦さんでした。どうもありがとうございました。ということでございまして、またまた無学ライブで我々勢ぞろいしますがですね、本当に今日も多彩な方々が皆さんいっぱい立ってくださって、本当に嬉しかったでございますよ。ところで上村君、また我々今日の土曜日、先週の土曜日から今日の土曜日またあちこち行ってきたんですね。どこ行ってきましたか？お願いします。はい、こちらがですね8月の3日、堺市堺区日曜ですかね。こちらが上部ライフ大山障害者さん施設の1階エントランスホールで、先週土曜日終わった次の曜日堺市で歌ってたね。我々代表者になれて初めて行ってきたんですけど、担当の方が面白かったので、担当の方ちょっとお名前呼んでもらっていいよ。どうですか？あ、変わりましょうか。バトスレンさん。そうなんですよ、担当で電話でバトスレンさんが担当して言われた時にと思ってバトどういう感じ書くんかな思ってね。で行ってみたらバトスレンさんはモンゴルの方なんですね。職員さんでものすごい日本語も6年ぐらいでペラペラすっごい、だからもうあった賢い方や思いますわ。で全部司会からしてくれてバトスレンさんがねやってくれて、またねバトスレン実は音楽してあって馬頭琴言うてね、向こうの音楽からホーミー言うのをやってて、ホーミーでもいいみたいですね。うわっバトスレンさん、ほんならうちの野崎フォークジャンボリー神田川かなんか名曲神田川をホーミーでウィーンって言ってくれたんで一応誘っときましたんで、バトスレンいつでか来てくれたら多分見てくれたら、バトスレンこれ見てくれてたもんね。見ますわでね、今度名古屋でコンサートある言ってましたもんね。職員さんしながらそういうミュージシャン活動も多分したんですね。俺らと出会ってこんな風にライブしてて、こういう熱い思いで面白いこういう音楽してる人おんねやって、もうすごく俺らのこと褒めてくださってね、モンゴルの方に褒めてもらったなってことで、もうモンゴルの友達できたっても言うとくれって言うときましたんで私は言っといたからいずれバトっていうかな、あれでちょっとセッションできてええなと思ってます。そして8月の4日、大阪市住之江区一花館福祉デイケア3階のデイルーム会場にて、それは月曜ですよね。次の日ですね、月曜ですね。行ってきましたよ、住之江区一花館、一花館でございますね。一花館さんは多分そこに書いてるかな、新聞には出てくれたかな多分ね。僕ら前の読売新聞にボランティア賞載ったやつを、見てくださってかけてくださってきて初めて行ってきましたね。もうデイケアからクリニックさんの上でライブがあるんでね、ほんで俺らライブ終わって、もちろんライブも盛り上がってみんなうわー喜んでくれて、もう職員さんも明るいところでみんなうわー盛り上がってくれて、で帰るわ言ってありがとうってみんなまた来てねとお父さんお母さん利用者みんなもまた来てね職員さんもまた来てねエレベーターかっこよくブワー乗ってガーって帰ったらあれクリニックって昼から休みやねんなあれガーッと真っ暗やクリニックシャッター閉まって外出ないなと思ってどうしようか思って「助けてください無学ですけど出れません」ってなってて「もうえらいことでございませんよもうなんとかね職員助けに来てくださってすいません」って置いてきてくれてまさかあんなまさか閉まっててねもう魚のあの水槽があんなに明るく見えるなって初めて走りました、ね、暗いとこでは楽しかった。そして8月の5日火曜日、寝屋川市は、グレイス寝屋川高齢者マンション1階食堂にて行ってきました。もうここは常連組さんですね、ほとんどね。もう寝屋川市は大都市の隣なんですよ。牛田区の住んでるところなんですけどね。ちなみに僕が大都市、上の方大都市、牛田区は寝屋川市なんですね。だからね、野崎フォークジャンボにちょっと思い入れがね、それだけちょっとあんま入ってないですよ、寝屋川やからね。そんなことないよ、そらそうやな。そんなことない言ってくれたら助かった俺だって。グレース寝屋川さん行って、もちろんまたみんな喜んでくれてね、楽しんでくださって。そう、グレース寝屋川、牛田区。グレイスの話見てることやわ。ええことやわ。なんか言うとことあれ一言やっぱグレイスさんには。元気です。うちはライブ終わって倒れちゃって。もう連日のライブのあれで。ほんでえらいもんプロですから介護の。みんなでこう運んでくれて。もうベッドのある部屋一人だけ入って。すやすや寝てたらしい。うちだけ起きるも俺ら帰られへんから。ずっとうちだけ起きる街ですよ。ベッドの渡したらあかんって言ってるうちだけに。床やったらまた起きやかもしれないけどベッドに寝かしたら全然起きてけん永遠にと思ってたらねちゃんと起きてくださって、もうちゃんと僕見ました。うちだけはやっぱ元気やったりこともう倒れても帰ってる時僕見ました。何で元気かよそれ何かよと帰る時にちゃんとおやつ出てたやつポケット入れてましたんでちゃんとうちだけ元気です。だからグレイスさん全然心配せおやつ持って帰ってはったからね。そして8月7日木曜日、大阪府は富田林、おもちゃ館福祉デイサービスセンター行ってきた。おもちゃ館っていう感じの1階のデイルームで行ってきましたよ。おもちゃ名前が面白いでしょ。でなんで前から僕は実はボランティアとして富田林の社会福祉協会が登録した時からもうずっと気になっててね。ほんでちなみに我々トッパーさんに言うと全市町村回って全部社協入ってたんですよ。全部に登録しに行くの半年ぐらい僕らやってたんですわ。大都市はもちろんなんですけどで富田林に行ってきた時にもう名前が変わってる前から気になっててどういうとかできる呼んでもらわへんから行くわ勝手に歌いに行ってわー言わへんから書いてください言われたからね呼ばれないといけないでやっと僕らも知りはってそれも新聞みたいやったわ確かね新聞見てくださってかかっておもちゃかやん思って楽しみに行った。もう案の定職員さんみんな面白い方で元気いっぱいで利用者さんも元気いっぱいでなんでおもちゃかやんって言うともともと子供さんと親御さんが集まってみんなこういうおもちゃじゃないけどそういう集まる場所やったらしくてそこがなくなったと同時にそのデイサービスの施設さんが入ったみたいでそのままおもちゃ館って名前してるからいまだに間違って勘違いしておもちゃやもって子供遊びに来るらしいねおもちゃ売ってるんですかってやっぱ言うてありましたね。そらそうやなおもちゃ館ってこう書いたらおもちゃのねやかったやからなんかおもちゃ修理してくれるのかと思うもんね。そこ福祉施設やったんですね。みんな喜んでくださる CD も買ってくださってもありがとうおもちゃ館ありがとう楽しかったですでみんなでわあ終わった後も喋ってたし楽しかったな帰りもみんなで送ってくれてありがとうございました。おもちゃ館楽しかったです。そして8月の8日、兵庫県芦屋市昨日だ陽公園福祉複合介護施設の1階のデイルーム会場にできましても大都市グループはもう兵庫県行ってるんですよ今もう芦屋市これがもともと大阪の施設やった職員さんが、友達になってその職員さんが芦屋でこの施設を勤めることになってもう呼ぶっていうまあ追いかけていくパターンやね。行ってきましたのでこれ見てください。これ野崎フォークジャンボ映してくださいって持って帰ってくださいってこれ置いてたらまだ使えんのちゃうの言うてるけど野崎フォークジャンボ映してくださいって言ってたんで持ってちゃんと映しておきましたよ。今片やん D が撮ってくれてますんで、ね、ちゃんとこうやって作ってくれてね待ってくれてたんですね。でまたみんな職員さんまた明るくてまた楽しくて芦屋いうからねそれまた高級住宅街みたいなとこで有名なとこやと思うんだけど海沿いの方になっててもう施設がもう山ほどだったな。でまた綺麗な街やったね。その中にまた陽子さんももうすぐそこにもう前列の人おってそこからもう後ろの方までたくさんの方が見てくれてくださって本当に僕ら大阪のグループっていうのを楽しんでくれたみたいな感じでねやっぱ大阪の人はようしゃべんな思ってたんちゃうやっぱ神戸のとか兵庫県のボランティアやったらさ出てきてさっと歌うだけちゃう大阪やってきましたよ大阪グループってトパーさんそんなことないって言ってるそんなやいやいやし分かってきたらうわー言えるもんなそんな感動したら言うかもしれないけどでトパーさんも途中でね盾が入ったりとかマジックしたっていうのを聞いてます。やっぱ大阪のグループやっぱサービス精神が多いねんなと思うよね。そういうのがねだって大阪のグループは他の街ですると本当にまた喜んでくださったこと、非常に感謝しててまたいい思い出になったと思った途端、もう来年の予約入れてはったんで、まだ来年多分会うと思うんで楽しみにしていただけたらと、ちょっと見せてきましたよこれ喜んでくださったと思います。ありがとうございます。これもちゃんと帰りにね、ちょっとうちらのポケットにおやつちゃんと入れておきましたんで、皆さんありがとうございます芦屋のおやつもいただいて帰ってきましたね。ということでございまして、今日はもう雨でございますよ。野崎の参道商店街も雨だと真っ暗やね、外がもうね。その中、僕たち雨の歌がありまして、僕これ20歳ぐらいの時作ったかな。僕ら喫茶店で、まあ、歌ったりずっとしてたんですけど、ほんでボランティア集の12年前に始めたんですけど、その中の喫茶店でちょっと歌で、雨の中の喫茶店ということで、雨降り横丁の喫茶店って歌を作ったんですね。聴いてください。僕は君をただ待っている。サデンでした。ということで、ここで無学ライブ情報としましては、無学ライブ情報といたしましては、ということで、さあ上村君、またあちこち今日の土曜日から、まあ明日から雨かもしれませんが、またあちこち歌いてきますよ。どこ行ってきますよろしく。はい、8月の10日日曜日、明日ですね、大阪府は大東市、こちらは野崎回り公園で。さあ来ましたね、上もそこでいいぞ、ほんならこれを見せたいわ。行ってき、明日実は僕らイベントするんですね。またこの天気の悪天候はよくしょんないことでございますけどまあだけど明日だけど、トマスの和代さんも明日はねボランティア賞ですから、我々はこの近所の野崎前公園いうとこで、実は、今まで僕らのワンマンコンサートでイベントを僕らが主役でずっとしてたので、僕らを支えてくれてた、実はこの番組のスタッフやみんな実は芸出してる人が多くて、その方々をずっと正すことができなかったんで、僕ら手伝いばかしだから、僕らの、一緒にそれを演じてくればいいんじゃないかな、出演したらどうかなということで企画を考えました。マジッ TV 大ファン大感謝祭でございます。僕ら出て、もちろん先ほどこのいつも番組でヤンチョで言ってディレクターしてる方は、実は住川白ヤンチョで落語家の人なんですね。だからもちろん落語もします。そして、朗読の方々もね、吹田からね名作朗読会って前の僕らの番組をずっと応援してくれた方々も出れますしね、ロックデュオとかね、青いトンボも注目なんです。僕ね、これ青いトンボはね、無学館の喫茶店の僕らの歌った時の人からしたら有名なねフォークデュオも出てきます。これ楽しみなうちだから、そうですね、久々見れるやろ。そう、だいぶ久々すぎて練習してるってかね聞きましたけど、ちょっとその辺も注目でございまして、楽しんでいただきたい。どこかで片屋にも横を切ると思いますので皆さん楽しみにしててくれれば、あ、山根さんもどこかで出てくると思いますので楽しみにしていただきたい、ありがたいなとでございます。お待ちしてます。そして8月の11日大阪府、こちら月曜日ですね、豊中市は、ゆとりお福祉デイハウスさん行ってきます。ゆとりおさん待っててね、行ってきます、常連組です。そしてそして大阪府、ごめんなさい、8月の12日、火曜大阪府豊中市アイボリー福祉デイサービスセンター。豊中続くね、豊中行ってますよ。アイボリーさん面白いの、ホテルアイボリーってホテルがあるんですよ。ホテルの1階がデイサービスなんですよ。珍しい、これ僕らも散々いろんなの回ったけど、このスタイル初めて見ましたよ。行ってきます。まあここは久々ですね、行ってきます。そしてで8月の14日木曜日、大阪市住吉区水戸デイサービスセンター、水戸デイサービス行ってきますね。それも先ほどまで読売新聞ご覧になったやつを見てかけてくれたんですね。初めて行きます、待っててください。そしてで8月の15日金曜日大阪府茨城市正解園福祉デイサービスセンター。うわ、正解園久々やな、久々かけて帰りました。行ってきたいと思います。以上でございますかね。以上行って帰ってきたいと思います。そして我々なんといっても無学ライブさん、この CD が絶賛インディーズ発売中でございます。今回の施設いろんなとこ行ったとしてもみんな買ってくれてね、サイン待ちしてくれて、楽屋にお母さんがサイン色紙持ってきてくれた。お母さんもバーッと俺書いててな、あとで見せびらかしとこうやりたいんだけど、みんな怒らへんかったから一人だけもらってたね絶賛ここの野崎本家スタジオの絶賛、発売中売っておりますんで、僕らが土曜日買ってくださったら内田君がクルクロッキーサインしてくれると思いますので、ぜひとも買いに行ってよろしく。でインターネットホームページもありますんで、全然それでも買えると思いますんで、まだ皆さんチェックよろしくお願いします。以上でございますかね。そしてということで今日は第6回ですよ。どうですか、いかがでした。ついにトパーさんと共演しましたね、我々。そうですね、来ましたね。これだって塩崎ジョイさんが大東市の喫茶店歌ってたでしょ、山根さんが大東市の路上のストリートで歌ってた、そしてトパーさんが大東市のボランティアセンターでボランティアしてる方々、全部違う大東市で違う場所で歌ってた方々がここで揃って歌ってたって、すっごい面白いよね。すごい出会いね。まさかトパーズのその意思がね、そういう出会いという、そういう意思だったっていう話も良かったでございますしね、非常に良かったでございます。本当に、来週はね、またちなみに野崎在住のフォークシンガーがついに初登場しますんでほんまの住所野崎やからね年賀状を見たら野崎で書いてないからねこの方もいずれは出てもらわなあかんな思ってたけど、ずっと電話でアポ取ってたけど全然おれんがあって、おかしな思ったらもうおしゃれに北海道旅行したさすがフォークシンガーだ野崎のフォークシンガー、まあさすがやなもんねこの間も野崎の観音さんとこでコンサートしたからね、僕ら普通にポスター見ましたからね僕らも向こうでコンサートしたらこっちも面白いしたから、これまた夢の共演となると思うので楽しみに僕らしておりますので、またそれも楽しみにしてくださいね。さあもう一度この方登場しましょう。初代ジョイさんです、どうぞということで、ジョージさん、明日ね、雨の中、我々はそれしますんで、ジョージさんもオリジナル曲がっつり歌うということで、注目でございますんで、その辺が楽しみでございますんで、大丈夫ですか、もう緊張してませんか。大丈夫。やっぱ酒とタバコは控えてますか？その辺は。なかなか酒はね、なかなか無理やね。やっぱり。今日もよこせ言うてもんだ。毎回気になってんだけど、スタジオ入ってくるやん。かっこよく入ってくるやん。でみんなブワーって暑いやん、こうスタジオ。リハーサル中みんなもうトップアスの練習したり、みんな俺らも練習してブワー汗かいて。それだけなんであんな大きいコーヒー持ってんのいつも一人だけ。どこで買ってくんだ。先週言うたでしょ、僕らがライブ中のストリートライブした時一人だけ串カツ加えて帰ってくる。全然変わってへんやからあの時と。自分だけ飲んでるのが。やめてくれるの、学会で飲んだ後普通にあここゴミ置いてんの。で僕直してるけどやめてくれるそれ。まあ明日だけど頑張りましょうね。まあそういうコンサートです。塩崎さんのライブ見たい人も多いから。楽しみなんですって。けどやっぱりタイミングだけみんな気をつけてほしいね。先ほど塩崎さんのね、もうここ倒れかけのアパートに屋根飛ぶかもしれんで心配してたけど、ほんまに飛ぶかもしれんぐらいのタイムなんで、皆さん本当お気をつけて、通過するとこ本当にニュースとか見てね、ほんまに気をつけて。危ないもんだもん、さっき避難してたとこ絶対いいよねあれは。我慢して家を降りるようにね、絶対川のそばとか気をつけて、本当に大きいやつ来てますんでね、皆さん気をつけてくださいませ。ということで、我々は来週か明日もイベントで、頑張りますけど、よろしくお願いいたします、さん。頑張らなあかん、言い続けさせよう。最後もちろん盛り上がって終わりたいと思います。頑張らなあかん、言い続けて早い12年、うちの上村亮介君と塩崎ジョージと、先ほど施設で倒れまくってて、職員さんにみんな心配で運ばれていって、ベッドルームまで運ばれてたけど、結局最後はお菓子をこっそり持って帰ってたってことを、やっと僕は言えて、ほっとしてますね。ブーシャリスグの皆さん、せーの。頑張れよ、頑張れ、頑張らなあかん。もう一度、せーの。頑張れよ、頑張れ、頑張らなあかん。そう、頑張れよ、頑張れ、頑張らなあかん。最後、大阪弁で終わっていただきたいですね。そんな感じでさ、第6回、野崎フォークジャンボリー、皆さん最後、盛り上がって、切れますかー。頑張らなあかん。頑張れよ、頑張れ、頑張らなあかん。頑張れよ、頑張れ、頑張らなあかん。さん、番組のスタッフ素敵な大合唱ありがとう。